鈍感な世界に生きる敏感な人たちの紹介をさせていただきますと、はい、この鈍感な世界に生きる敏感な人たちという本では5人に1人が HSP と言ってます、はいはい、まあまあな確率ですよね、はい、でまあ、この HSP というのは、まあ、決して病気ではなく、 HSP という概念はアメリカの精神分析医なんで、まあ、お医者さんですね、はい、で学者のエイレン・アーロンという方によって1996年に提唱されたものだと。でこの人が言うには、まあ、人を男性と女性というように性別2つで分けるように、敏感なタイプとタフなタイプに2つで分けられた、はい、でこれがまあどうやって分けたかというと、赤ちゃんの観察でだいたいその5人に1人何かやった時に過剰に反応する子がいて、でその追跡調査を行い、同じそのテストをした子をまたその年が経って呼んだ時に同じような反応を示したっていうんですね、はい、まあ、それを元にしている、はい、まあ、ちょっとなんか疑わしいところはあるんですけど、傷つきやすいっていうのはあると思いますよ、体質的に。あ、傷つきやすいというか敏感、あ、敏感、ね、音に対して敏感で、赤ちゃんとかって多分そういうことだと思うんですよね。音に対して敏感とか、うん、なんかちょっとしたことで泣くとか、偶然じゃないのとか、それをテストって多分たくさんいるわけじゃないですか。ちゃんとやってる、はい、なるほど。 HSP というを取り上げる本ではいろいろ言い方が、まあ、タイトルがそうであるように、はい、鈍感な世界で生きる敏感な私たち、はい、みたいな感じなので、はい、なんかその鈍感って、はい、あまりいい表現じゃないじゃないですか。いや、物の本では鈍感力なんていう本もありますから、はい、はい、まあ、捉え方じゃないですか。そのなんか変わってる問題と一緒じゃないですか。ああ、はいはい、はい、いいって捉える人もいれば、なるほど、良くないって捉える人もいる。なるほど、はい。で本で言ってるのは、まあ、敏感な人たちというのは往々にして傷つきやすく、はい、また察知しすぎるところもあるので、はい、自分の自己評価が低いところにつながったりとかがあるんですけど、はいはい、その良好な環境下であれば高い能力を発揮できる人たちですよ、はい、なんていうことを言ってるんですね。というのを見るとなるほどと、はい、その3回ぐらい読み通して、はい、この本が言いたいのは HSP さんがね、はい、その私は HSP だから仕事ができないとか、はい、引きこもりがちだったりする、はい、というとすると、はい、いや、あなたたちもいい環境を選べば、はい、仕事ができるんだよっていうことを言ってるのかなと思ったんですよ。まあ、敏感で自己評価が低いってことは、はい、その思い込みって話じゃないですか。仕事ができないと思ってるけど別にそんなことないよって、できないと思ってるだけ。そのできないっていうのはおそらくチャレンジはしたと思うんですよ。チャレンジをして敏感なので、 ありがとうって言った時の反応が、あ、この人はきっとバカにしてる、ありがとうと思ってない、思ってないって受け取ったら、あ、きっと私が失敗したんだみたいな、私の出来が悪かった、出来が悪いんだみたいなことを勝手に感じ察知する、で自己評価が下がるみたいな、はい、鈍感な人だったら何も気にしなかったりすると思うんですけど、はい、っていう部分もあるんじゃないかなと思うんですよね。なのでやっぱりこのとても敏感という性質は、例えば抑圧されているとか心配症とか恥ずかしがりやシャイ、神経症といった言葉で、まあ、これまでは片付けられることが多かったが、これらの言葉は感受性の強い人たちが慣れない環境で十分なサポートを得ることができなかったり、不安を感じてしまった場合に現れる特徴を示したものでしかないと。この HSP とはさまざまなこの特徴、まあ、恥ずかしがり屋とかね、抑圧されているとか心配症みたいな、さまざまな特徴が複雑に組み合わさった人たちであるとされていると。例えばこの良心的、創造的、インスピレーションを得やすい、影響を受けやすい、感情移入しやすいなど、そうか、この特徴の中の一つなんですけど、はい、これらの特徴は人生に不都合をもたらす恐れがありますが、その反対に、共感力とか親しみやすいとか、そういった側面もあると。なので
平穏な環境では他の人たちよりもより幸福を感じやすいことは見過ごされてしまっていると、うん、あ、二等兵がよく言うやつですよね、きっと。僕何を言いましたっけ。よくなんかのメッセージを受け取って、はい、もうこれは愛だって幸せな気持ちになるみたいな。ああ、なるほど、確かに、はい、そういうの僕全くないですからね。あのこの、はい、ちょっと冒頭にちょこっと説明した世界は終わらない、はい、増田美里さん、はい、もうちょっとほわって、はい、なんかなんて言うんでしょう、あ、僕と同じように、はい、同じような悩みを抱えながらね、はい、低収入でつつましくね、はい、ちょっとした幸せで、はい、なんて言うんでしょう、それを糧に生きてる人がいるなって思うと、はい、幸せな気分になって、はい、体調これ呼んでくださいと、はい、してどうでしたって聞くと、はい、なるほどなって思いました、はい、あれって、はい、火が灯ってないぞって、はい、っていうのはちょっと感じます、はい、そういうところです。僕そういうところにいなかったのでって感じですよね。え、それはこのとどまり続けてないというか、ああ、景色も変わってるし、波が大きいというか、必死ですよ。暇なんだなって思いますもんね。二等兵見て悩む暇があるんだなって感じですよね。ああ、なるほどね、はい、確かに、はい、同じ会社に20年います、はいはい、僕はもうなんかやらなきゃいけないみたいなところじゃないですか。まあそうですね、僕は、はい、少なくとも仕事がなくても、はい、まあ、タクシーの運転手みたいな感じなので、はい、定額ではないんですけど、はい、最低賃金はもらえるんです、はい、そういうのはないので。ないですよね。ないどころかマイナスもいくわけじゃないですか。あ、支払いはあると、はいはい、確かに。なのでこう自分が幸せなんだろうかとかっていう考えてる暇はないというか。そんな感じです。これを言われてね、また僕は落ち込むんですよ。俺は頑張ってないって。いやいや、でおそらくまた、はい、見てくださっている私は HSP だって思ってらっしゃる方も、はい、僕と同じように苦しんでるかもしれない、はい、ま、僕はやっぱり頑張ってないって。そういうのが HSP みたいな話じゃないですか。そうで、多分頑張ってる頑張ってないは、はい、多分僕がみんなより頑張ってるわけじゃないと思うんですよ。あ、消えた消えたってまたつきました。あ、はい、すいません、はい、なるほど。というところで、まあまあ、こういうことを勉強しようとね、はい、図書館とかに行って、はい、まあ、子ども向けの発達障害とか、はい、学習障害とか、はい、LD、ADHD、はい、ASD とか、はい、っていう本を見てて、要はこのそれに対してね、はい、僕は何をすればいいんだろうっていうのが、別に何もしなくていいずっと思ってたんです。はい、で、そう、で、その本を見ていて、はい、その最後の方に巻末にあったのは、自分がそういう風だとしている人たちが望むこととしては、必ずしも助けてほしいっていうことではなく、ただ自分の存在を認めてほしいと、はい、要はありのままで、ありのままの君でいいんだよっていう理解をしてくれるだけでいいみたいなことが書いてあって、もしかしたらその HSP もそうなのっていう。まあ、HSP ってちょっと多分幅が広いと思うんですよね。まあ、病気ではないですからね。病気ではなくて、はい、まあ、HSP って何でしたっけ、ハイセンシティブパーソン。ハイリーセンシティブパーソンでしたっけ。はい。はい、で、こうなんか、すごく敏感な人みたいなことですよね。そうですね。しかも、セルフチェックです、基本は。はい、で、すごくなんか敏感な人なので、はい、音に対して敏感って人もいれば、はい、気持ちが敏感って人もいれば、はい、なんかいろんなものをバンと持ってきて、ドンと敏感な人たちってまとめた感じですよね。あ、なんで、はい、音に敏感な人もいれば、はい、僕みたいに人の声色とか、はい、表情を、はい、過剰になんかこうやって受け取って、はい、てめえなんだよってやったり、はい、なんか匂いに敏感な人も多分含まれると思うんですよね。あ、確かに、あのトイレ入ってて、はい、なんかあって臭いと、はい、息止めますよね、はい、でそれが敏感な人なんで、普通の人はまだ我慢できるのが、もう我慢できないみたいな。あ、もう入れもしないみたいな。はい、人も多分含まれたりすると思うんですよ。なるほど。なので今ここでやろうとしているのは、理解と、まあ、敏感な人がいるよっていうのを知るぐらいの感じじゃないですか。でもしか自分が HSP さんだよってしたと時に、はい、人に僕は HSP だよって知られたいのかなとか。まあ言う人は知られたいんじゃないですか。で言う
言うかって、はい、言う人ってあんまり、まあ、ネット上ぐらいしかいなくないですか。まあプロフィールとかでたまに拝見します。はいはい、なんかそれってなんて言うんだろう、弱いところを見せてるわけですよね。はい、私は弱い人ですって言うわけですよね。はい、はいはい、でそれを言う、実際の社会ではそういなくないですかって話です。私 HSP ですって、あ、まあ確かに自分まあコンパは行くことないんですけど、そういうので言う人はいないでしょうね。はいはい、いないですよね、はい、っていう、まあ見たことはないかなっていう、はい、ネット上とかではなんか言う人も多いですけど、あとその先週上げた動画で、はい、あの INTP ですっていう方からコメントいただいたんですけど、はい、その方はテストやってみて、はい、20点だったかな、はい、で、ああ、なんか自分の言動が人を傷つけたんだって思いました、はいはい、っていうのを見て、はい、あ、僕 INTP さんとかね、はい、よく昔の動画で、はい、INTP の女性です、はい、生きづらいですっていうのをもらってたので、はいはい、ああいう人が繊細さんなんだろうなと思ってたんですけど、はい、まあ、N イコール1で申し訳ないんですが、はい、あれ INTP でも繊細さんじゃないんだと思って、逆に、はい、何て言うんでしょう、あ、何て言うね、あの人を傷つける側だったんだっていう自覚をしたっていうコメントだったので、はい、まあ、自分が繊細ではないからですよね。あ、いや、そういう自分の言葉で傷ついてる人がいるんだろうなっていう。でもまあ繊細さんだよと言って、はい、僕がじゃあそうだからと言って、はい、僕の言葉でみんなが傷つかないわけないですもんね。僕の言葉で傷つく人もいますもんね。います、かなりいますよね。私の場合はいましたよねって。います、大体かなりいます。はいはい、申し訳ございません。はい、そうか、でも汲み取れるからって優しい言葉が出せるわけじゃないですもんね。はい、その、ま、汲み取るとなんか分かれたりするじゃないですか、敵か味方に、うん、こっち側にガンって寄っちゃうとこっち側は敵に見えてきたり、はい、そうですね、はい、するので、そうすると繊細でもこう相手を傷つけたりっていうのはあり得る。繊細だからとは、また違うかもしれないですけどね。うん、